にちは。髪がいろいろお話ししたいことがあるわ。暑いね今日。暑い。暑くない？なんか蒸し暑いって感じで、めっちゃ嫌いこの気温というか、ムシムシした感じで。そう、暑いのにさ湿気がやばいじゃん。本当に嫌ですね梅雨は。まあでも今日はまだ雨じゃないからいいけど、もう雨は大嫌い。私は梅雨は苦手です。でももうね、あれ冷房つけてる。やばくない？早くない？暑すぎて冷房つけてます。もうすぐ七夕。確かに七夕ってでもすることあんまないよ。あ、なんかね短冊書いた。短冊書きました。今週末から最高気温30度超えの予報。やば。やば。30度超えってもうさ、なんか今年はそんなに暑くならないみたいな聞いたんだけど、それ嘘。もう30度超えちゃうの？6月なのに。前髪が。やばいね。あ、皆さんオルガン坂生徒会ありがとうございました。見てくださって。めっちゃ人来てくれた。私が言ったからかもしれないけど、なんか今までで一番ぐらい。そんなでも本当にメンバーいっぱいいる時と変わらないくらい私を見に来てくださった方が多すぎて嬉しかったです。スタッフさんもね喜んでた。めっちゃ来てくれてるよって。ありがとう。ありがとう。しかもなんか見におめでとうみたいな書いてくれたね。いろいろ見せてくれたりして。しかもコーデバトル勝ちました。勝ちました。ノア君に追いかけられてるの面白くない？そうです。でもノアくん裏ではめっちゃ優しいんです。あ、見えて。もうみんなに優しい人。そうなの。勝ちました。よかった。ドラえもんになったら大変。私まあ負けたらやるけどね、さすがに。ちゃんと吹っ切れて。でもね、今回は良かったけど、また次回やったら。いや、ポスターの時ってさ罰ゲームあったっけ？なかったよね確か。ったからよかったけど、あんまオルガン坂で罰ゲーム受けた記憶がないんだけど、あったかな。あんまりない気がする。こんにちは。109のキティちゃん可愛すぎね。私も行ってきました。109のキティちゃん、オルガン坂終わった後に行ったんですけど、めっちゃ可愛かった。てかいつもあそこさ、会津湾も確か前ポップアップしてたし、欅坂とかもポップアップよくしてるよね。なんかいろんなアイドルがしてて、あそこになんか8のやつがあるのがなんか不思議だった。サンリオ好きメンバーがね、あそこのポスターに飾られてたんですけど、私もサンリオ好きアピールしとけばよかったじゃん。私はこれを買いました。ちょっと開けてみたいと思います。実はまだ開けてなくて、これは多分あそこの中の商品で一番高いモバイルバッテリーなんですけど、一番ね使えるなと思ってこれをゲットしました。でも今考えたら T シャツも可愛い。でもこれだったらファンの皆さん、そう、私これ2種類あったの。白で、白地になんかこのキティちゃんがめっちゃ散らばってるめっちゃ可愛いやつがあったんだけど、なんかそう、ファンの人が買うんだったらこっちの方が使いやすいかなと思って、みんなの気持ちを考えてこっちにしました。いやでもこれもめっちゃ可愛い。シンプルじゃーん。これどんくらい持つんだろう。なんか生地がすごいんだけど、こういう生地ツルツルじゃなくて、なんか YouTuber みたいなこういう生地です。生地っていうか、何これ、なんていうのこれ、生地オルガン坂の会に寄るの忘れた。あれっていつまでやってんの。またオルガン坂あったらその時いいけど。しかもさ、これさめっちゃコンパクト、薄くない？いやなんか別に宣伝しろなんて言われてないんですけど、普通に使いやすそうで、なんか充電器のコードもついてくるので、ぜひ皆さんもお揃いにしましょう。巾着とかハンカチも可愛かった。ほらめっちゃ可愛くない？チーム8、しかもさ AKB とコラボじゃなくてチーム8とコラボってすごいよね。AKB もコラボしてたけど前、サンキューマートで。でもほらチームメイト嬉しい。 AKB48 チームメイト×ハローキティ、めっちゃ可愛くないこれ。なんかエイトくんっぽいし、でもなんかおっきいぬいぐるみがあったの。それめっちゃ可愛かった。さすがにあれは持ち帰れないけど、これのさマスコットとかあればいいのにね。今更なんですけどめっちゃ可愛いよねこれ。そう、最初これ見たの本当は私結構だいぶ前に見たのもうで、なんか あれどうなったんだろうって思ってたら、最近こうやって商品化されて、今週の日曜まで、そっか、まあポップアップだからあれか、短いのか期間が。使おういっぱい。本当にね充電ねすぐなくなるの。だから待って、これあれじゃん、あれこれってなんだっけ、これさ、何これ、これなんか2個、こっちもついてるしこっちもこれなんだけど、これさ、あ、ここにつなげて充電できるのか。あ、待って、私の充電コードじゃ充電できないかも。これコード買えばいいか。私タイプ C を使ってるんでコードを変えればできるんだ。タイプ A、あれ入んない、どういうこと、これ入んなくなっちゃった、これどういうこと、あれ入んなくなった、あ、入った、なるほどね。でも普通の充電器で使えるのでよかったです。そういうこと、待って待って、ここに入ってるんだ iPhone。 めっちゃいいね、見て、 iPhone で使えないと思ってたらここに iPhone のなんか iPhone にも使える変更ジャックみたいなのがついてた。すごい、こんななってるんだ今。めっちゃ便利これ。これがついてて、ほら iPhone 用のやつ。私 iPhone だから。やば、天才。でこれで使えるってこと。めっちゃくちゃありがたい。あ、落ち。最高なんだけど。なくさないようにしなきゃ。毎日充電しよう。名前書いとかないと、いっぱい持ってるメンバーいそうだから、裏に名前書いとこう。本当にさ、メンバーで同じもの使ってるメンバーとかがさいるから、化粧品とかちょっとでもさね、同じ場所に置いといたらさ「え、どっちのだっけ?」とかよくねなっちゃう。名前書いとこう。こういうのってさ、なんだっけ、なんかあれだよね、何回使えるとかあるよね。何千回、それ以上使ったことないから分かんないけどさ、1000回とか使ったら壊れるのかな。あ、シール貼ろう。300回、300回って結構じゃない？結構さ、ほんとだ。300、300回も使わない？でもさ、毎日やったら365日じゃん。でも絶対300回以上使えるよねとか思っちゃうんだけど、こういうのどうなんでしょうか。まあその時はその時で。同じやつ5年くらい使ってる。なんかあれかな、ちょっと充電がされなくなるとかそういうレベルかな。ちゃんとフルで使えるのは300回ですよって、そういうことか。使ったら正の字書いてるそこまでしない。壊れたら壊れたね。こんにちは。20% から 80% を繰り返すのが持つ。あ、使うってこと？なるほどね。あー、え、あ、そうなの？使い切らない方がいいってこと？ダメなんだ。なんでだろう。え、逆に iPhone はさ、最後まで使い切った方がなんかいいみたいな聞いたことあるけど、それは嘘情報かもしれない。どうなんだろう。かゆい。バッチコイ、塚地さんいい感じだね。ね、塚地さん優しい。ゼロになるくらいまで使って充電した方が長持ちするって聞く。ゼロになるくらいまで使う。ああね、そうだよね。そろそろ永久に減らないバッテリーは、確かに。生写真注文しました。ありがとう。あれかな、おうち生写真かな。ソーラーでも充電できるモバイルバッテリー作って。そんなのあるの？そんなのあるんだ。なんか最近そんなのあるんだっていう言葉めっちゃ使ってる気がする。なんか進化しすぎてさ、知らないものがいっぱいあって、そんなのあるんだとか、そんなことできるんだとかめっちゃ言ってる。インドネシアのファンに挨拶してください。インドネシアってなんだっけ？こんにちは。スラマッパギーみたいなやつだっけ？スラマッパギー？違う？インドネシア。ガラケーみたいに新しいバッテリーに簡単に交換できるようにしてほしい。あー、確かに。私今めっちゃ早く減るようになってる。めっちゃ早く減る、充電。話は家電量販店行くのかな。家電量販店って家電屋さん？全然行くよ。家電屋さん見るの楽しい。全然買わないけど冷蔵庫とか洗濯機とか見るの楽しい。あと美顔器とかそういうのも。機器の内部に電池の量をデータとして持ってて、それが少しずつ誤差が出てくるね。仕様のキティちゃんのぬいぐるみ欲しいね。使わなくてもどんどん時代減ってくる。え、そう、あー、病院行かなきゃ行ってきてください。病院は行こう。大事だよ。早めの治療をしてください。え、マジで今日暑くない？なんかもう暑くて外に出たくないって思っちゃうんだけど、今日はもう帰ってきたんですけど、朝お出かけして、私は今バッテリーの最大容量どんくらい見てないけど、どんくらいだろう。ビッグアクスタが届いて大事に飾って、あ、嬉しい。ビッグアクスタ最近なんか自分のグッズもらえないから、どんなのが販売されてるか知らない。でもビッグアクスタ、え、あれですか、マジムリじゃなくて、知らないんだよね。あ、そう、キスバイとかのは分かってるんだけど、どんなのが販売されますとか事前に知らされない。まあ自分で調べるのか。あ、でも生誕 T シャツとかはもらえる。今年の生誕 T シャツはおしゃれ。あ、自分で言っちゃった。でも可愛くしました。ナナレンジャーに入りたいんですけれども、だって入ってください。入会方法は超簡単。チャンネル登録をポチッと押すだけ。皆さんも7レンジャーに入ってみたいですよね。知ってますか、この決め台詞。 20% 以下の状態がダメージを受けやすいので使い切らないようにしましょうとか。そうなんだ。オルガン坂です。よくわかったね、みんな。いつもね、あれでもね、なんかカンペ見ちゃうんだよね、あの時。カンペ見ちゃいます。なんだっけ、今日皆さん、なんだっけ、最初、本日はオルガン坂を見ていただきありがとうございました。皆さんもオルガン坂に入会してみませんか？と、入会方法は超簡単。チャンネル登録をポチッと押すだけ。リチウムイオン電池を使い切ると寿命を短くする。まだ教えてくれてる人がいるんだけど、ごめん。いつの間にか終わってた、その話。ナイスちゃん、腕相撲すごかった。あ、そう、りんちゃんとね、腕相撲したんですけど、なんかもうずっとさ、長引いたの、試合というか腕相撲か。で、なんかもう力入ってないのに全然なんか動かなくなっちゃって、手がお互いずっと動かなかったです。生誕 T シャツ注文したよ、去年に続きありがとう。私頑張れって言ってた。本当？腕相撲ね、昔はめっちゃ強かった。もう小学生の時に腕相撲大会みたいなのがあって、結構上まで行けたんだけど、なんかジャイアンみたいな男の子がいて、その子に負けた気がする。マジであの男の子にと対戦しなければもうちょっと上まで行けたな。握力もめっちゃあった。でも今はもう足も速くなくなったし、多分そんなに動いてなかったけど、そうめっちゃね体が大きい男の子がいて、クラスメイト、その子に乾杯した。マジでさ、小学生の男の子ってさ手加減しないじゃん。だからさ、もう本気で来るの。まあね、当たり前だけどさ、それ大会だから。もう折れるかと思った、骨。なんかクラスでお楽しみ会みたいな感じでやった気がするんだけど、今もしさ同世代の男の子たちとさ腕相撲したらマジでもう一瞬で終わるよね。小学生だからまだなんかみんなで大会みたいになったけどさ、もう女子振りすぎる。でも私は顔弱い方ではないと思う。昔からスポーツテストとかあったじゃん、シャトルランとか。それも全部平均よりちょっと上くらい、もうずば抜けて上とかじゃないけどちょっと上くらいだった。今は分かんない、マジで衰えてる。 でもどうだろう、一般の女性からしたらまだ動いてる方じゃない、運動してる方。まあジムとかに行ってるわけじゃないけど、ダンスとかで動いてる方だとは思う。あ、でも平均くらいかな。どうなんだろう。ちゃんか弱い方が可愛いよ。ごめん、私か弱くないの。何かあった時のために鍛えてるの。でもね、絶対鍛えといた方がいいよね。長生きしそうだし。エイトってか弱そうな子あんまり。確かにめっちゃか弱そうな子あんまりいないかも。 AKB 自体にそんなにいない。だってもうエイトさ運動会で優勝したしね、 AKB の。めっちゃ楽しかった。でも男の人はそのか弱い女の子を見て、俺が助けてあげたいって思うのかな。人によりけりか。東京ドームで運動会とかすごいね、すごいよね今考えたら。東京ドームで運動会めっちゃ贅沢じゃん。無料、え、無料だったのあれ。え、すごっ。無料で入れたのやばいね。そうだったんだ。やば、驚きを隠せません。それはそうなんだ。俺は助けてもらいたい人間ですね。助けてくれる人を探してください。え、やばいね、無料ってすごっ。東京ドームでコンサートしたらもうだってチケット代とかすごそうなのに。すごいな、無料って。田舎から行けばよかった。確かに、だってもう交通費だけでいいってことでしょ。すごっ。ナイスちゃんの悲鳴が聞こえたら飛んでいけるようにします待ってます。私結構しょっちゅう悲鳴あげるんで、今もいいと優勝できるか。無理じゃない。だってでもどうだろう、それはどうだろうね。できんのかな。昔は横道とかモエリンとかいたからさ、スポーツ系の人が。すごいね。夢へのルートの MV も、あー確かに私地味に6位だからね、あれ。いやマジすごいわ、めっちゃ頑張った。長距離苦手なのに頑張った。1位横道だよね。あれ横道だっけ。横道か。懐かしい。あれは若い時だからできた MV だね。今だったらもうゴールできないメンバーいっぱいいそうもう無理って言って、半分くらいもうリタイアしちゃいそう。東京ドーム走ったなんて羨ましい。確かに今考え、いやてか東京ドームで曲を披露したとかさ、東京ドームでコンサートしたとか、まあ、東京ドームで走ったもそうだけど、マジですごいわ。パチコ見てよ、ファン任せの企画。ああでね、最近のやつですよね。もうさ結構前に収録したから記憶が。何キロ走った ?MV は47キロだっけ。あれ、そんな走った？そんな走れない。47キロってやばい。あ、4.7 キロ4.7 キロらしいです。そうだわ、思い出した。フルマラソンより長い。やばいね、それは。42.195 キロか、フルマラソン。やばいな、それは。マラソンは無理だな、走れない。ハーフマラソンとかも絶対無理。絶対無理。シャトルランもうできない。私もシャトルラン超苦手。なんかさ、どんどん速くなるじゃん、あの音。めっちゃ恐怖だよね。しかもさ、終わった後めっちゃなんかさ気分悪くなるよね、シャトルランって。でもシャトルランってさ、自分がダメって思ったあと10くらいはいけそうな気がする、本当は。でもなんか自分でやめられる時があるからさ、諦めてるけど、私辛いって思いつつも、あ、もう無理、なんかわかる。本当はもっと死ぬ気で頑張ればいけるけど、諦めちゃう気がする。いくついってたかな、40。そんな言ってないか。いや、覚えてないわ。周りが終わってくるのがそうそう、周りがもう終わってるから、私ももういいやってなっちゃう。めっちゃわかる。懐かしいわ、懐かしい思い出がよみがえる。シャトルランじゃなくて 1.5 キロ、そう、そんなのあるんだ。うん。鉄棒ぶら下がりと一緒か。そんなんあるんだ。鉄棒ぶら下がり。昨日ショールームやろうと思ったけどできなかった。ソフトボール投げとかな、あったね、ソフトボール投げ。懐かしい。じゃあ私が最近買ったネックレスを紹介します。感じね。これは取れない。取れる。なんか今までは結構ゴールド系、これもゴールドなんだけど、ゴールドとシルバーがあるじゃん。私はシルバーの、違う、ゴールドの方が肌に合ってるから。ゴールドをねよくつけてるの。でも今回はシルバーを買ってみたんです。でもゴールドの方が似合った気がする。今更なんですけど、アクセサリーはゴールド派です。これね2連なの、2連になってるネックレスなんだけど、めっちゃ可愛くない？まず1個目、このコインみたいなのがついたやつをつけて、その後にでも可愛い。違和感あるかな、シルバーって。このパールをつけます。できない。できた。じゃん。可愛い。でもどう思います？どっちが似合うかな。エレガント。渋谷で買いました。じゃん。パーティーに行けそうなくらいエレガント。そんな、かわいい。なんかこれ1個でも全然使えるし、むしろこれだけでも使えるし、これからパーティー、そんなもう最近めっちゃアクセサリー好き。今日もでも仕事の時はあんまりつけてないんだけど、普通にお出かけする時とかはめっちゃつけてる。仕事の時だとやっぱさ、衣装だともう元のアクセサリーがあるから取らないといけない。これとかはしかもね、最近お気に入りでつけてた、前もやったんだけど、ネックレスがねまた切れちゃったの。プチって。ネックレスって切れがち？こういうのだったら大丈夫だけど、細いネックレスとかあるじゃん、そういう時はめっちゃ切れちゃうから、ほんとショックだった。洋服とか着替えるときにプチって、うわ嫌な予感と思ったら本当に切れてた。悲しいです。細いとね切れやすいから、皆さんも気をつけてください。あとね、これはね、ちょっともうね色あせてきた。色あせるっていうか、お気に入りでつけてたらなんかゴールドからシルバーになってきた。ちょっとだけこっちはまだ生きてます。骨マッサージ。これなんか、これ捨てるのもったいなくない？このまま取っとこうかな、箱に入れて。マジかわいい。てか使うのもったいないね、冷静に。これなんか使いたくない使いたくないわ。これどうしよう使った方がいいよね。もったいないんだけど可愛すぎて、しばらく飾ってから使おうかな。この気持ちわかります。グッズ系ってあんまり開封したくない。そうなのよ。でもね使わなきゃ逆にもったいない。このキティちゃんは使うためにね、使うために生まれてきてくれたキティちゃんだから、使わなきゃいけない。面白いもんないかな、私のカバンの中に。あ、じゃん。これマックカフェに行ったの。そしたらなんかザクザク食感と爽やかミントのオレオクッキーって、絶対美味しくない？これもう食べたくて、でなんかママと行ったんだけど、マックなんかこの前の時にこれをマック行く前にカフェに行っちゃってて、で次にマック行ったの。そしたらなんかやってるよみたいな感じでもらって、これ食べればよかったねって。てかマックカフェってあんまないよね。ほらマカロンもある。マカロン170円、何個入ってんだろうこれ。絶対美味しい。あとね、そうだ、私これはちょっと見せない方がいいんだけど、スタバめっちゃ行ってるの最近。ほうじ茶クラシックティーがなくなるから。でこの前も飲んだんですよ、ほうじ茶クラシックティー。そしたらなんとなんかアンケートに答えたらトールサイズが1杯無料でもらえるレシートが出たの。これめっちゃ珍しいの。めっちゃ珍しい、ちょっと珍しい。だから1杯分の料金で2杯飲めるっていう、アンケートに答えればラッキーの。もうあ、待って、え、明日ぐらいまでだっけ、今日まで、もしかしてスタバ。え、ほうじ茶クラシックティーっていつまでですか。やばいかも、早く行かないと。確かね、明日だか今日くらいまでだった気がする。ベンティー飲んでる。いつもはベンティーなんだけど、この無料のやつはトールサイズのが1杯無料みたいな。当たりレシート1000分の1、え、すごくない？結構1000分の1の確率で当たったんだけど、アンケートに答えれば。6月21、明日までじゃあ明日飲もう絶対。え、でも明日売り切れてそうじゃない？うん、今日までって思ってみんな飲むじゃん。大丈夫か。ちなみにこれはお水です。朝一で行ってループするしか。ループって何？ループするの？ループって何ですか？今日さ、ドボンやろうと思ったの、ショールームで。でも端末がね1個しかなくて、今できるかな。やりたかったな。TikTok も撮んなきゃ。 TikTok 何がいいんだろう。何が流行ってますか？バズるんだろう。思いついたら載せますって思ってるから多分載せらんないんだよね。もう片っ端から流行ってるのやった方がいい。そして生き返りましたみたいなやつ、あ、もう投稿しました。それあんぎちゃんと。だからもうネタがないんです。で、そんなことはない、無限にあるはず。撮ります。今流行ってるのさ、あのアイドルのなんかこういうやつ、この前赤食堂見てたんだけどさ、めっちゃ面白い方いた。名前忘れちゃったなんだっけな、めっちゃ笑ったね。なんかランキングで1位になってた、あ2位だ、2位に新喜劇の人なんだけど、めっちゃ面白かった。でもさ、本当に千鳥のお二人がさ、面白くしてるのっていうかさ、その全然普通のさことしてる部位でも、千鳥のお二人がのツッコミが最高すぎて全部面白くなる。本当に天才、すごいよね。そう、玉代さんだ、玉代さんだ、思い出した、思い出したっていうか、そう、玉代さんです。めっちゃ笑った、あれはななしちゃんとお笑い一緒に見に行きたい。行きたい。私も最近全然お笑い見に行けてないから、ルミネ 吉本とか幕張のね劇場も行ってみたいんだよね。みんなにも見てほしい、玉代さんの回。あとカバちゃんと春菜愛さんのやつも面白かった、最近見たやつだと。クロちゃんも見た。大阪難波の NGK も面白い。 NGK って何？あ、狩野英孝さんのも見たよ、見た、あのわさび農園のやつだよね。わさび農園だっけ、わさびの、あ、グランド花月ね、行ってみたい。グランド花月はそう、大阪観光行った時にそこまで行ったんだけど見なかった。見たかったな。てか新喜劇も見てみたい。グランド花月はね行ってみたいな。今ハマってる芸人さん、最近あんま見てないけど誰だろう。今ハマってる芸人さんはね、誰かな。誰かいる？逆におすすめあんま見てないな最近。あ、でも阿佐ヶ谷姉妹さんはめっちゃ好き。阿佐ヶ谷姉妹さんもうなんか癒される、見てて面白いし。ランジャタイランジャタイね。阿佐ヶ谷姉妹、ネルソンズってなんだっけ。ネルソンズ聞いたことある。どんなネタだっけ。なすなかにしさん、なすなかにしさんね、めっちゃ面白いね。ダイアンさん、錦鯉さん、コントやれとるよ。ああ、和田まんじゅうさん、和田まんじゅうさん、見取り図面白い、めっちゃ出てますよねテレビ。二丁拳銃さんは水曜日のダウンタウンでした。モグライダーさん、モグライダーさん、私M1 のモグライダーさんめっちゃ面白かった。笑った、めっちゃ笑った。見取り図さんは大阪での献血イベントで共演したしました。でも私あの時あんまり詳しくなくて見取り図さんのこと、もったいなかった。もっとネタとか知ってからお会いしたかった。芸人さんとお仕事するのねすごい好き。あー、もうジャルジャルさんは安定。一回ねルミネ吉本行った時にジャルジャルさんがいて、もうなんか頭おかしくなるくらい笑った。ツボに入って。もう本当に最高。週1で行きたいお笑いライブ。大阪のお笑いライブ行きたいな。本当にグランド花月行こう。今度大阪行ったら絶対。録画したバチコ今見てました、ありがとう。セリカは詳しくないのかね。セリカお笑い見てるイメージないんだけど、あんまり。あでミキさん、ミキさんはなんかねみんなでさ言ってたよね。あ違う、ハマとさミキさんのライブ行ってたよね。めっちゃここ凝った。こここうやってやるとマジで顔変わるあパンダさんがタワー立ててくれた。パンダさんありがとう。パンダさんかわいいタワー。パンダさん面会に行くのでさらばじゃだって。いってらっしゃい、ありがとうね。新しいギフト、梅雨ギフトだこれは。パンダさんありがとう。バイバイ。やばい、ここ凝ってる。面会があるらしいです。マジでここ上げると別人顔誰って感じ。こここうやってるだけで顔変わるんだけどえここ来るのない。本当にここ凝るんだよね。多分ね画面見すぎてね凝ってるんだけど絶対良くない。うん、めっちゃこうやってやると気持ちいい。ヘッドスパ行きたいな。ヘッドスパ、顔顔面マッサージ行きたい。休憩時間になりました。マジで顔変わる私何時からやってますかショールーム。15時32分。あじゃあ結構やってるね。1時間以上やってる。ドボンできるかな。やりたいんだけど、ちょっと待っててください。これでできたらな、これでショールームできたらいいんだけど。なるほどね。デートしなきゃいけないんだ。できないのかな。珍しく食べてない。確かに。待ってね、なんかアップデートできないんだけど、これなんでちょっと諦めます。今はできない。みんな相席食堂見てる？相席食堂のおすすめ教えてほしい。え、待って、エピソード36もあんのこれ。あれ？あ、違うか。シーズン、あ、間違えた。シーズン5まであんな。すごい。長州さん、千代、待って、どんぐりさんのやつも見たわ。尾形さんのやつ、タージンさん、尾形さんを見たかも、だいぶ前に。え、なすなかさんも出てたの。いいよ、後で。見てみる。じゃあちょっと一旦終わりにします。今じゃあランキング見ますね。13位はしんのすけべさん、ありがとうございます。12位はとし@7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はロースペックゾヤさん、ありがとうございます。10位はよもやよもやだ@ド派手にいくぜさん、ありがとうございます。9位はしのり@7レンジャーさん、ありがとうございます。8位は YSA73 さん、ありがとうございます。7位のり@タンコ7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はてつ七瀬一生推し七瀬風邪をひいたの声がちょっと微妙嘘ありがとうございます。5位は吉正セブン@7レンジャーさん、ありがとうございます。4位はキャナイ@7レンジャーさん、ありがとうございます。3位はトータン@7レンジャーさん、ありがとうございます。2位は夜明け前、あとマークティーちゃん、七瀬とおそろい7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式、あとマーク7レンジャーさん。あれパンダさんがいない。ランキングもしかして変わってない感じこれ。あれ変わってなくない？なんでだろうね。じゃあ1位なべこうちキャットマーク7レンジャーさん、そしてトップ10、じゃあトップナンバーワンはパンダさんです。パンダさんがなんかランキングに載ってないので、でもありがとうパンダさん、多分見てないかもしれないけど、なんでだろうね、分かんないけど。パンダさんありがとうございます。それでは皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ、またねー、じゃあねー。